エリック・ジェームス・バーンズは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、レッドウッド式出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1994年の MLB ドラフトで、ロサンゼルス・ドジャースから38巡目で指名されたが、契約せず、UCLA に進学。UCLA では、トロイ・グロース、エリック・バレイント、チェイス・アトリー、ギャレット・アトキンスらと、チームメイトとなり、 1997年のカレッジワールドシリーズでは優勝を果たした。同年の MLB ドラフトでヒューストンアストロズから4巡目で指名されたが、この時も契約せず。1998年の MLB ドラフトでオークランドアスレチックスから8巡目で指名され、入団。2000年8月22日のクリーブランドインディアンス戦でメジャーデビューを果たし、 同年は10試合に出場して打率300を記録した2003年より外野のレギュラーに定着し同年6月29日のサンフランシスコジャイアンツ戦ではサイクルアンダーを達成している2005年シーズンは移籍を繰り返しアスレチックスからコロラドロッキーズボルチモアオリオールズと3球団を渡り歩いた同年オフに FA となり一年二十五万ドルで アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。2006年シーズンは本類だので安い本拠地チェイスフィールドを持つダイヤモンドバックスでプレーしていることもあって同年は自己ベストチーム最多の26本類だを記録した。2007年シーズン途中2008年から3年総額3000万ドルで契約延長しリーグ4位の50盗塁を記録した。 MVP の投票では11位に入った。2010年、シアトルマリナーズへ移籍。4月30日のテキサスレンジャーズ戦。延長11回裏一死満塁で迎えた打席において、バーンズはスクイーズプレーの指示を受けていた。しかしなぜかバットを引いたため、本塁に突入した一郎はタッチアウト。その後、自らは見逃し三振でチャンスを潰すという失態を演じた。 さらにドン・ワカマツ監督に対して本件の理由説明をしないまま試合終了後にそのまま自宅へと逃げ帰った。このことがチームに対する重大な配信行為とみなされ5月2日に解雇された。その後現役引退を表明。引退後は MLB ネットワークのアナリストとして活動している。ありがとうございます。